どうも、レオンでございます。今回もですね、明けましておめでとうございますからのサッカー関係の動画、上げていきましょうか。2023年度、はい。今回はですね、まあ年明けてからね、まあ俺も、何度かねダゾーンで、サッカーの試合見てるんですけども、まあようやくフランスリーグ、プレミアリーグ、まあリーガエスパニョーラか、まああたりが再開されてるという感じなんですけども、まあ今回ちょっと気になったのは、モナコに所属してます、日本代表のフォワード、南野拓実についてお話しようかなと思います。まあこれは以前から分かっていたことなんですが、ここね、2年間ぐらいですかね、やっぱ拓実調子悪いですよね、正直。で、そうね、レッドブル、ザルツブルクでしたっけ？あそこにいるときはね、本当にハーランドの影に隠れてというか、まあ、ツートップで、ハーランドの背後からね、抜けてシュートするとかね。まあ、そういうのでゴールを決めてたんですけども、まあ、リバプール行ってからね、なかなかこう、まあ、ザルツブルクとシステムが違ったのかもわかんないですけども、まあ、ツートップじゃないし、ワントップだし、で、ワントップのところに南野が、なかなか入れないんでね、フィジカルがなかなかないんで、どうしてもこう、サイドとか、トップ下とかね、まあそういうところだったんですけども、やっぱ適性を考えたときに、4231のその1の部分ならギリギリなんとかなるかもしれないですけど、433のインサイドハーフは南野できないんで、ってなると、今の世界のサッカーの潮流から言うと、やっぱサイドになっちゃうんですよね。真ん中はやっぱりでかいやつがいるんでね。ところが南野はサイドに、行ったんではですね、やっぱドリブラーじゃないんで、抜けないんですよね、ドリブルで。だからまあ、ディフェンスはそこそこするんで、そういう貢献はできるんでしょうけど、多分それは海外では求められてないので、海外で求められてるのはね、ドリブル突破してゴールをするって結果なんで、ってなると、匠がどんどんこう、行きづらくなるというか、居づらくなるっていうかね、ポジション的には。で、リバプールから出されて、まあ、モナコに来たんですけども、モナコでも結局システムは433が多いですよね、最近ね。あと4231もあるんですけども。でもその、インサイドハーフのところはやっぱ使ってもらえないし、まあこの前もサイドかな、出てたんですけども。やっぱいかんせん、ドリブルができないんで、起点っていうかもうボールを受けてさばいて、中に入っていってみたいな感じで。でまあ、一回だけね、PK になるようなファールをもらったぐらいでしたけど、やっぱり結局、効果的じゃないんですよね。ファーストチョイスになりにくいっていうか、目に見えた結果を出さないので、匠の場合はね。わかりにくいんですよね。だから、ザルツブルグ時代のような、南野を本当にこう理解してくれるチーム、そして、南野を生かすようなチームじゃないと、活躍って多分できないと思うんですよね。でもそんなチームってまずないんで。なんかリーズのね、マーシュ監督がもともと教え子なんで、まあリーズにオファーがあるんじゃないかって言われてますけど、仮にリーズに行ったとしても、ちょっと厳しいですよね。別にリーズが必ずあのシステムでね、例えば442みたいな、352みたいな、そんな2トップでやってるわけじゃないと思うんで。だからそういう点では、かなりこれ、匠が追い込まれてきたなって。で、一番問題なのは、やっぱ世界で戦う上で一番大事なのは何か一つ秀でてないとダメなんですよ。テクニックか、スピードか、パワーか、決定力か。で、匠の場合、どれも秀でてないんですよね。まあ、いわゆるバランスがいいっていうか。まあ、そういうプレイヤーではあるんですけど、何しろ飛び抜けてないんで、ちょっとフランスリーグでは厳しいから、いや、てかもう5大リーグではちょっと厳しいのかなと。で、5大リーグでも、それこそもうなんかもう352みたいなね、そういうシステムでやってるようなチームじゃないと、良さは出ないかなって、っていうふうに思いますね。ますますちょっと匠、しんどくなってきたかなって。まあ、チームが今調子がいいんでね、なかなかこうスタメンで出るのは難しいと思いますし、で、この前なんだっけ、17歳ぐらいの新しい新星も出てきたんですよね、モナコの。なんかアンリーみたいなやつが。アンリーになれるかどうかちょっと怪しいですけど。って考えると、ますます立場がないんでね。ちょっと厳しいかなと。まあ、ちょっとね、ベテランの、誰でしたっけ？ベン・ユデルでしたっけ？あの辺がね、仮に例えばもう移籍するとかなったら、ちょっとね、その空いたポジションにっていう可能性はワンチャンあるかもしれないですけど。でも今多分ね、モナコのフロント陣は、もう売却って考えてるんじゃないかなって、いうふうに思ってて。だからまあ何が言いたいかっていうと、
まあ匠ね、まあ、もちろんまだまだ海外でチャレンジしたい気持ちはあると思うし、多分海外でチャレンジし続けないと代表にまた復帰っていうのはなかなか難しいと思うんですよね。でもまあ現段階では今は一応森保がねもう続投が決まってるわけで、多分ねもう多分呼ばないと思うんですよ。うん、やっぱワールドカップもね、でもねなかなか調子上がらなかったし、で森南野の使いどころ難しいしって考えると、じゃあスーパーサブでいけるのかって言ったら、やっぱスーパーサブではしんどいんでってなると、もういよいよはっきり言うと代表も終わりかなというふうに思うんですよ。だからクラブレベルでもなかなか活躍する場所があったとしても、もうトップトップじゃないと思うし、うん、ってなってくると、いよいよ終わりが近づいてんのかなという感じがするんでね。とはいえ、やっぱまあ年齢的にはまだね、20代後半になりかけたぐらいかな。まだ年齢的にまだね、ベテランではないんで、まあそういう点では海外でまあチャレンジする、し続けるとは思うんですけど、まあ俺の提言としては、J リーグに帰ってきて、セレッソ大阪かな、セレッソ大阪で無双するのが一番いいんじゃないかなって。多分匠はねワントップかツートも前でしか多分機能しないと思うんですよ。もうサイドじゃ無理だと思うんでね。まあどこでね今後生きていくのかちょっとわかんないですけども、なかなかちょっとね、使いどころがないかなっていうふうに思うんですよ。はい、なんで彼にはちょっと酷なね、動画になってしまうかもしれませんが、もうセレッソ大阪に戻ってきてセレッソで無双するぐらいしかもうないんじゃない、海外で無双するのはちょっと厳しいと思う。やっぱね、まあ、香川にも言ったかもしれないですけど、ああいうこう、小柄な選手とかって、ピークが来るのがめっちゃ早いんですよ。例えば10代でピークが来るとかね、ザラにあるんで。でも、ピークが終わるのも早いんですよね。だから俺は、南野が一番今きついなと思うのはフィジカル。もともと、ね、センターフォワードじゃないから、あのポストプレイヤーじゃないから、ガタイがいいわけじゃないんですけど、やっぱりこう、なんていうかな、筋肉をつけすぎてるってこともないと思うんですけど、なんかスピード遅いんですよね。で、体にキレがない。森保ジャパンにデビューしたての頃、とんで体にキレがありましたよね。トップしたあたりからシャーって抜けていってね、キレがあったんですけど、今はそのキレがないんで、そのキレを取り戻さない限りは、もうちょっと終わりかなと、いうふうに思うんで、一旦そのキレを取り戻すためにもね、セレッソ大阪に、帰ってこいよ。